リーム買えるよ。マジ？あ、そうなの？うん、まあ安いやつとかだったら余裕で買える。じゃあさ、セーター持ってるの？セーター持ってない。持ってない。持ってないんですよ。セーターカーディガン持ってないですよ。似合わないでしょ、このガッ、俺のこの肩幅を見てみ、この肩幅を。わかる？これ全部骨だからね、筋肉じゃなくて。触ってみよう、お前。これ触ればわかる。俺これ筋肉じゃなくて骨だからね。こんな角張った人間がね、こんなガチョンガチョンに角張った人間が可愛らしいカーディガンとかセーターとか着て可愛くなるわけがない。似合う似合わないがあるから。ただね、一つ、はい、似合う似合わないがあるって言ったけど、言ったけど似合わないと思ってるのは自分だけだ。ああ、そうだな、洋服なんて。うん、いや、そうかも。俺あのベストとかもすげえ流行ったじゃん。すげえ前、結構前。今あのフィッシングベストって流行ってる。そうなの。本当本当マジで。マジで、マジで。そう、そうだ、俺らがさ、高校とか大学の結果にさ、こう薄手のベストが流行ったじゃん。 T シャツにとりあえずベスト、はい、いたね、それ。ああいうのがすごいなんか嫌だなって、みんな着てて嫌だなって。羨ましいな。羨ましい。羨ましいな。まあ、あれ着たら俺もモテるのかな。ベストが、フィッシングベスト。フィッシングベスト、ちょっとな、なんかブカッとしてる感じだ。ポケットめっちゃバラなんです。ああ、はいはいはい。なるほど。あれ流行ってる。そうなの。今度着てきていい。本当に。いや、マジフィッシングベストでさ、セミアコを離れてた。そう、本当ね、流行ってる。やばくない？マジで。まあ、ね、今ベスト。知らんかった。ロンティーにフィッシングベスト。へぇ、キャップかみたいな、ニットかみたいにして。マジか。今ぐらいだね。去年あたりからすげえいたけど、去年あたりが徐々に今本当にマス落ちしてるね。マジっすか。全然見ないけどね、ここら辺歩いてる人ベスト着てる人あんまりいなかった。そうだね。渋谷だから流行ってる流行ってる言われますけど、どこで流行ってるのやらっていうなんかこともない。だからマスメディアの広告に踊らされてるなっていう時ない。流行ってるんですよっていう紹介をするけど、流行らそうとしてるっていう意図を感じることはない。まあ、ファッションなんてそんなもんでしょ。ああ。今言ったそのフィッシングベストの生活だ。ね、流行ってる言ってるけど、実際踊らされてるよね。あ、なんか雑誌とかでめっちゃ見るけど、ね、そう。だからなんかよくさ、こう日曜の昼とかにやってる番組ってこうたまに見るとさ、こう人のコーデとかになんかケチをつける番組ね、企画とかやっててさ、これからは何々と何々が流行りますのでってすごい言うんだけどさ、誰が決めてんのって思うわけ。スタイリスト、スタイリスト、スタイリストがとか、今年じゃあもう今からならこれから冬は何色が来ますか。あ、でもコレクションブランドとかが流行る色、生地とか決めるの。へー。だから例えば分かりやすい言い方すると、まあ、ルイ・ヴィトンとかあるじゃん、コレクションでこういう色を使ったから、だから巷ではきっと今後こういう色が流行るだろうとかね。あー、茶色を使ったから、まあ、まあ、なんていうの、世でもね、一般では茶色流行るんじゃないかっていうので、だからその関係者向けのそのデザインの先に見せるみたいなところで、でもトップのメーカーがこういうことやったんですっていうのを発表することで、こうみんなも真似するし、あ、そうそうそう、
でその流れでこう全体にこう広がっていってそれが流行りになるだろうって。でもその流れを全体的に見てる人はもう予測できるわけ。そう、なるほどね。あとは生地メーカーじゃないよね。ああ、まあカラーとかはさ、ブランドがこういうコレクションで使ってたとかっていう流行りが出るけど、生地に関しては、まあ俺のあくまでも予測だけど、生地メーカーがある程度発注しちゃってるのかな、その先のトレンドを見据えて。なるほど。例えば本革が流行りますとか、うん、もう去年の段階で本革を生産してないと。ああそうだね、間に合わないよね。間に合わない。そうだねそうだね。で本革を生産して去年の、今1年前ぐらいに本革を生産して今年の冬に間に合わせるように春ぐらいにいろんなまあブランドさんとかに生地を提供してパターン組んで作ってもらうみたいな。なるほどね。じゃあもう今来年の夏くらいまでの流行はもうある意味決まってる。決まってるね。それをだからいかに先に知って そう、そこに乗っかったものが勝てるかみたいな。そう、いやすごい世界だよね。そうなんだね。だ洋服作る時も、うん、春にはもう冬が出来上がった。マジで冬の商品が出来上がった。すげえ。でこんだけ生産しなきゃ。はあ、なんか音楽の世界とは全然違うね。まあ、どうなんだろう、分からん。俺もそんな業界のことはあんま語れないけどさ。来年の今頃にこのジャンル来るから今から作っとこうってならんじゃん。そういうことだよ。でもそう、まさにそういうことだよ。でも本当そういうことだよね。だってさ、まあ分からんけど音楽の業界ってさ、一回乗ったらさ、みんなその真似してさ、結構数年使い倒すじゃん。今だったら EDM がさ、ようやく今アメリカで伸び上昇はしなくなった。ちょっと 0.何%落ちたから、まあこれから終わりの始まりだろうなって言われてるよね、 EDM 界で。じゃあ次何くんのっていうのを予測するんだよね。で音楽でもさ、リバイバルってあるじゃん。あるね。それがファッション業界だと非常にある。なるほどなるほどなるほど。リバイバル、今だったら90年代のビッグシルエットとかをリバイバルさせて、昔、うん、90年代とかのなんか、まあそうだな、分かりやすいのだとブラとかさ、うん、オアシスとか90年代、ああそうだね、あのところの PV とか見るとすげえなんかダボっとしたスウェットにジーパンに履いてさ、なあ、なるほど、とか。いやだから僕も近いっすよ、ちょっと気持ちが。もっとでかい、まあ、もっとでかいけど、もっとでかいけど、だからあ、でかいのありなんだなって。スウェットにね。そう。で、まあ、でかいのありで、まあ、下はちょっとシュッとした方がいいなっていうので、まあ、ちょっとイメージはしてる。確かにビッグシルエットありなんだなっていう。それって90年代だし。そうかそうか。スポーツウェアが今流行ってるんだけど、スポーツウェア系のビッグシルエットすげえでかい、うんうん、ブルゾンだけど、そういうのとかも90年代とかに流行ったのを取り入れて。なるほどね。シャツとかもさ、5分とかさ、7分くらい今流行ってるじゃん。そうか、うん、いいよ。いや、ごめん、もう俺ここかかってた。いや、なんか多いっすよ。なんか5分くらい買ったよ。買ったよ。まあ、5分、7分くらいの人が多いな、若い人たち。暑いからね。自分の失言はどんどんカットしてる。だから、まあ、そういうリバイバルがあって、はいはいはい、まあ、今は今っぽくするみたいな。なるほどね。な
から例えば EDM が終わったら次何がリバイバルで来るのかなっていうのをね、ある程度予測してるんじゃないですか、音楽業界に。してると思いますね。今どれが火つくかは分からんよね、なかなか。だってこういかにこう人の心をその音楽ジャンルが掴むかじゃん。いやどうなんだろう。俺は割とアコースティックなものに寄っていく気はする。なるほど。あともう EDM でパソコンの世界でいくらでもエレクトロニックなものがガンガン再現できるようになって、でアビーチっていうのはまたアコースティックと EDM をうまく融合した人で、あの人が死んだことによって EDM の人気が落ちてったんだけど、でも EDM エレクトロな部分がどんどん消えていって、そのアビーチの持ってた要素の一つであるアコースティックな部分がすごい強調されるのかなと。で、あのさ、例えばだけど銀ちゃんとかもさ、今バケツドラマーマサとしてさ、こう人力でこうバケツドラムでこう日本中回ってやってる、あれもやっぱアコースティックじゃん。そうだね。ああいうもの、なんていうのかな、路上で受けそうな音楽パフォーマンスみたいなのがもしかしたら来るかもなと勝手に思って。なるほど。ただそれが来てしまうと俺にはやれることはないやれることないからどうしようかなと思ってもしかしたら、うん、青春パンクとか来るかもしれない。ああ来る、分かんない。そうだね。なんか90年代とかのさ、脱世リバイバルが今すごい流行ってるからさ、もしかしたら来るかもね、青春パンクのノリが。2020年代、はい、何があるんですか。何が来るんですかね。こう我々の青春はさ、0年代。そうだね、0年代。だって0年代ってもう過去だろ。ね、今10年前だもんね。びっくりだよ。0年代はこうやっぱパンクロックの時代、メロディックなロックの時代だったな。ポップパンクとかすげえ流行ったし、あの時代が来てほしいな、またどうなんだろうね。でも今さ、その年代に生きてた人たちってさ、例えば業界でもある程度の地位になってる人たちもいるし、だから結構エルレが復活したって時も業界の人たちもなんかね、サンドキッズに戻るぐらいなさ、すごいよね、風にもなる。本当に昔のそのリバイバルで、ね、また同じような感じのものがリバイバルすることもあるんじゃないですか。いつになるかわかんない。そうね、可能性はあるね。っていうかむしろこう日本ではまだ EDM が逆にグッとくるかもね。もっと今アメリカでようやくちょっと下火が見えてきたくらいだから、これ向こう5年くらいは日本では EDM まだ、あんなさ EDM がっつりのバンド自体少ないじゃん。割かし、割かしバンドっていうか EDM プロデューサーだったりさ、 DJ だったりさ、そういう人たちがまあ日本だと乗り切れてない印象だから、だからこの5年でその流れはまだあるかもね。だから今から EDM 始めてもまだ乗れる可能性があるのかなとは。まあ5年後どうなるかは知らんけど。